はいどうも山梨です。初級中級と続いたこの関係シリーズもついに最終回を迎えることになりました。カツオ、元に戻しなさい。わかめ、ね、忘れ物よ。初級中級と続いたわけですけども、その最終回を飾るのはこちら。 これをやっていきたいと思うわけですけども、今回皆さん上級編ですから、覚悟して受けてください。めちゃくちゃ難しいですよ。難しいんだけれども、この5分の授業を聞いてもらったら、マジで君らは関係師マスターですから、5分後のみんなの変化、楽しみにしてますからね。行きますよ。The is which he s problem surprised me. で、空所には何が入るかという問題。めちゃくちゃ難しいですからね。頑張りましょう。 じゃあ考えましたか何が入るかってことですけども答え合わせをする前に復習から入りましょう初級でやったこと、中級でやったこと、これしか使いません。いいですかやっていきますよ。初級、中級でやったのは何かカツを元に戻しなさいやりましたよね。つまり何を先行詞を後ろの文章に元に戻せっていうことでしたよね。元に戻して元に戻せたならば、ここには関係代名詞が入りますよ。元に戻したんだけど戻せませんでした。戻す場所ありませんでしたってなったら関係副詞が入るか 中級編でやった。全中詞忘れてないっていうことでしたよね。つまり、今回も一緒です。先行詞を後ろに戻すんです。戻した後の結果次第で関係詞が入るか、関係副詞が入るか、全中詞プラス関係代名詞が入るかを考えていけばいい。じゃあ、今回。先行詞は何かぜひこちらです。楽という名詞でございます。ね。で、こいつを後ろの文章に戻すわけです。こちら、He solves the p r o b l e m ここに戻す。すると、He solves the p r o b l e m t is。彼は、その問題を解いた。 簡単。楽。彼はその問題を解いた。楽。その問題を楽。意味わからないわけですよ。ってことで、ここで何考えるか。関係福祉かなでもよく考えて、楽って場所ですか時ですか理由ですか違いますよね。ってことは関係福祉じゃないんですよ。ってことはこちら。わかめ忘れ物よ。全知史忘れてないか考えるわけですね。じゃあ、全知史ってどこに入ったんここに入って何入ったらいいんってことを考えていくわけだけど、ここがちょっと知識がいるんです。その知識が何か。 こちら。with is っていう表現でございます。with is ちょっと勉強まだね。スタートした子っていうのはまだ知らないかもしれない。でもめちゃくちゃ重要なフレーズでございます。with is イコール easily っていう複詞を表す言葉なんですね。ってことは今回ですけども、ここに with がもしあったならば先行詞 ease を入れて he solves problems with、ease. s っていう表現が出てくるわけです。すると、 この前置詞 with っていうのは、ここに置くこともできた。つまり関係詞の前に置くこともできたわけだから、ここに with っていうのを入れることもできて、答えは with which。これが正解になるんです。でね、この今回なんでこれ選んだか。めっちゃむずいじゃないですか。めっちゃむずいんだけどなんでこれ選んだかって言ったら、こうやって4択のさ、空中補充の文法もあるでしょ。これ解けるだけ。これ解くためだけに文法をやってるわけじゃないんだと。読めるようになるんだと。 英語って読めないと意味ないわけですよ。特に大学入試問題では読む知識、読む力っていうのがめちゃくちゃ問われるわけ。で、今回のように関係詞っていうのはこの四択問題からね、四択問題でやったこの考え方っていうのを元にこうやって元に戻すとかっていうことをやって知識、熟語、単語っていうのを入れていったらこれ訳せるわけですよ。彼がその問題を簡単に解いた。 ってことが私をびっくりさせたっていう意味ができるでしょでもこれをなんとなく4択問題、with f i t c h とかってやっちゃってる人は訳せない。せっかく勉強してる。せっかく文法を勉強してるんだったら、リーディングとか、スピーキングとか、リスニングとか、ありとあらゆる勉強に繋がるような、そんな勉強にしないともったいないよね。だから僕たちは英文法っていうのをもっともっと他にも使える汎用性の高い形で勉強していくことがめちゃくちゃ重要なんだってことを今回伝えたいがために、ちょっとレベルが高い上級編の問題 はいということでね今回関係シリーズ第3回にわたってやっていきましたけどもじゃあ次は何のシリーズがあるのかお楽しみにしておいてくださいそれではさようなら最後まで見てくれてありがとうこの動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いしますマナビズム公式 LINE では大学別対策の ebook や映像授業を無料プレゼントしているので概要欄から是非登録してください